すがに時間を操るライダーだけあって地を強い。はい、こんにちは、バーチャンネルマイハラです。今日はこちらですね、うん、仮面ライダージオの変身ベルトデラックス時空ドライバー&ライドウォッチホルダーセットです。はい、ということで2018年9月1日本日発売ですね、うん、ついに平成ライダー最後の変身ベルトが出たね。出ましたね。じゃあ早速開けて遊んでいきたいんだけど、その前に黄金の5秒間、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいきます、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。登録してくれたかな、この動画が良いなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということでこちらがジオーライドウォッチですね、うん、真ん中にジオーの絵柄がありますね。こんな感じね、これ回転させるとちゃんとライダーになりますね。仮面ライダーまずね、はい、後ろが個別認識のプレートで、ここに QR コードがありますね、うん、こんな感じか。ジオーは白なんだよね。そうだね、うん、じゃあ絶縁シート取って聞いてみましょうか、うん、はい、じゃあこのボタン押してみましょう、うん、仮面と2018が光ってたね。お、はい、で回して押すよ、うん、ライドウォッチで戦う時計のライダーはジオだ。なるほどね、うん、時計のライダービルドライドウォッチ、この前聞いたけど構成的にはほぼほぼ一緒だね。そうだね。じゃあもう一回押してみましょう。うん、タイムマジーンって言ったの、これ。うん、ロボの名前だね。はい、続いてこちらがゲイツライドウォッチですね、はい、なんとね、2068って書いてある。そうだ、2068って書いてあるね。そう、未来、はい、じゃあこれも絶縁シート取っちゃうね、うん、じゃあ鳴らしてみてください。はい、おー、うん、黄色く光った。そうだね、じゃあ回転させてみて、うん、OK、 おー、で平仮名でライダーって書いてあるね。そうだね、はい、うん、もう一回してみよう。タイムマシーン、はい、そしてこれが時空ドライバーですね、うん、これめっちゃかっこいい ね、 そうだね。しかもね、思ったよりもちっちゃかったね。そうだね、うん、想像よりも全然ちっちゃくて、もっとでかいかと、うん、で白くてかっこいいんだけど、うん、こちらは普通のアナログの時計なのに対して、こっちはデジタルウォッチのイメージか。そうだね、ここは液晶になってるしね、うん、でこの部分にスイッチがあって、でここにアンロックボタンってのがありますね、うん、これを押すことによってここが解除されるんだね。それ で、 これで1回転させて変身するんだね、これね、360度。これは面白そう、うん、でもね、これ YouTuber 泣かせだよ、うん、すごいねこれだって変身これやるのいちいちめんどくさいもん、これ、うん、でこう手がブレちゃうしさうまいことなんかね、変身する術があるといいんだけど、うん、はい、それでは時空ドライバーオンにしてみましょう。時空ドライバー、おー、今ここは光ってた。光ってた？あー、ほんとだ、時空って出てる。すごい、すごいね、うん、じゃあ変身遊びやってみましょう。はい、間違えたで、お、これが大気温だね。お、回ってる。そしてアンロック、ここが1回転。よっこい、せっ、おー、あ、2018ってなってる。あ、本当に、うん、おすごい。思ったよりも音がちっちゃいかな。そうだね、あ、まあでも音ちっちゃいのはね、大歓迎だよ、うん、よかったねうるさいからね、大きいとね。うん、なるほど、かっこいい感じだね、うん、仮面ライダーチオー。はい、では必殺技遊びもやってみよう、はい、まずはライドウォッチのボタンを押して、フィニッシュタイム、でアンロック、またこれ1回転、あいてうまい、タイムブレイク、
なるほどね。これはタイムブレイク、これは必殺技なんだね、やっぱりね、これね、持ってんのすごい大変よ。 そして当たっちゃった当たっちゃう、こうやって持っちゃいいのかな。そうだね。はい、では続いてゲイツやってみましょう。はい。あれ、お音が違う。本当だ、ここに表示されてるのも違う。あ、本当だ。違うね。全然違うね、ちゃんと2068で出てたね、これすごいね。こう毎回変わるんだ、じゃあアーマータイムもやってみようよ、じゃあ続いてビルドのアーマータイムやってみましょう、これちょっと大変だ ね、なんでこれでやります、はい、行こう。はい、感じなんだね、いや、ごっついね、2つもこうライトウォッチがつくとね、あ、これでバランス的に良くなるのかな。あ、軸ドライバーだけだとなんかちっちゃい感じしたけど、では続いてアーマータイムの必殺技やってみましょう、まずはジオライトウォッチの後にビルドライトウォッチね、で、アンロックで、1回転ぐるりとな。タイムブレイクって出てる。ボルテックタイムブレイク。おお。イエーイとは言わないんだね。残念。はい、そしてこちらが付属していたライドウォッチホルダーですね。ちょっとセットしてみてくれるかな。そうだね。差し込む感じでフィールドも入れてみてくれる。2つまでだね。そうだね。見てわかるけどね。はい。こんな感じ。で、これが腕にこう巻かれるんだね。そう、面白いよね。で、抜くときが。回転させながらか、なるほど、そう、で、ビルドの、はい、はい、じゃあここからですね、おなじみだけれども変身対決だね、ビルドのビルドドライバー、そしてジオの時空ドライバー、そう、これでどっちが早く変身できるかやってみたいと思います、じゃあせーので電源オンするよ、せーの、はい、じゃあいくよ、いくよ、変身、変身、1回転させるからさ、結構時間かかるかと思って、しかもミスったのに、そう、全然早いじゃん変身、あ、音が早いから、いやー、意外だったな、意外、こんなに早いと思わなかった、これ回すね、結構時間かかるかと思ったけど、そうだよね、しかもこう打てば打てばいいや、あ、シュッシュッ、はい、じゃあ続いて必殺技いきましょう、せーの、さすがに時間を操るライダーだけあって、ジオ強い、強いね、今までのライダーで一番速いんじゃねえのってぐらい、そうだね、変身も速けれ必殺技も速い、すげえじゃん、すごい予想外でした、はい、ということで今回は仮面ライダージオの変身ベルトデラックス時空ドライバー&ライドウォッチホルダーセットでした。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、それと今回のおすすめ動画いつもんとこんでてますので、ぜひチェックしてみてください、チャンネル登録は真ん中たびからよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。